絶望ブリズ。よー、鈴木圭介だよ。今回やからやっていきますわ。スタジオわさびさん作、新作、絶望ブリズン。こちらやっていきたいと思います。スタジオわさびさんはもう結構いろんな人が知ってるんじゃないかな。狼ゲーム、嘘つきゲーム、で、俺が実況したことがある、囚われの館。この3作品を作った、あのスタジオわさびさんですよ。そのスタジオわさびさんが、新作を出しました。これが絶望プリズンです。ストーリーとしては、とある学園に起きたドッペルゲンガーによる怪事件。学園ものなんやな。それを主人公たち、オカルト部が、その怪事件の謎に迫っていくというゲームです。謎解きらしいです。探索と謎解きがあるらしいですね。つまりこれ学園ものであるんやけど、いや、全員さ、ろくなやつ、ろくな見た目のやつがおらん。全体的にアウトローな感じしかしねえもん、これ。こいつらに至ってはなんか、下手すりゃ、人やってそうな感じやもんな。やってみまーす。本編。このゲームね、メインはアプリなんです。スマホアプリなんですけど、PC 版も、ちょっと制限、プレイスできる内容に制限がかかった PC 版もありまして、俺は PC 版の方でやっていきまーす。いきます。ちょっと触ったこともバレるね、お前。やめろ、お前。最初からじゃん、お前。第一章、絶望の始まり。いきなりこんな滑らかな絵が出てくるかね。囚われの館の時もそうだったけどさ、割とさ、滑らかな絵が出てくるからね、このスタジオわさびさんのゲームは。女の人が走ってるね。ねえ、逃げないでよ。いや、こっちに来ないで。うふふ、こっちも女じゃ。何を笑っているの？あー、これは追い詰められてますね。ストーカー的なやつですね。ほら。だって、どんなに私を拒絶したって、逃げられるわけないじゃない。え？私は、あなた、なんだから。それって、どういう？もう、そんなに可愛い声、出さないでよ。そんな声出されると、もっと、かわいい声聞きたくなっちゃうじゃない。声フェチだった。こいつ声フェチだったわ。冒頭からショッキングらしい見せてくるのがスタジオわさびさんのやり方だと思います。引き込まれるに決まってます。こんなん暴動に見せられたら、今後展開引き込まれるに決まってまーす。ずるいでーす。はい、ずるいでーす。あはは！今、どんな気持ち？なあ、今どんな気持ちなん？自分の血で真っ赤に染まるのってどんな気持ち？いや、痛い。痛い。そりゃそうだろうな。痛いわな。おーおー、やりすぎやりすぎ、オーバーキルだよ。やめて。お願い。だから。おい、やりすぎ、やりすぎだろ、お前。さす、そこまでやる必要はないんじゃないかな。やめないよ。こうさせたのは、自分でしょ？ドッペルゲンガーって言うたな、そういや。てか、俺が言ったんやな、ドッペルゲンガーって。そうか、ドッペルゲンガーの話だったわ、今思ったらって。いや、やめて。それじゃあ、これで最後。それじゃあね。最後も何ももう死んでると思うぞ、そろそろ。さよなら、私。過去の自分からの卒業。やめろ！は、いや、遅いっす。誰か知らんけど遅いっす、止めるんだったら。今のは、夢か。しかも夢落ちだったわ。助けに入る遅いし、夢落ちやし。
かっこつかないな、自分。俺なんこれ。主人公なんこれ。周りに人がおったら恥ずかしいやつやけんな、これ。ここは、どこだ？もうどこかわからんのかい。どうして俺はこんなところに。ん？なんだこれ。腕に、やけどの跡？やけどなんて、いつの間に。って、今はそんなことより。早く助けを呼ばないと。ん？あれは、看板？ウェルカムトゥ絶望プリズン。絶望プリズン言ってしまったら、すでに。タイトル回収早いわ。なんだそれ。さ、そうなるよな。なんだそれってなるわな。変わった名前のバーだなって感じになってる。とにかく、早く、ここから出て、誰かが助けを呼ばなくちゃ。クリアー。あ、このチャプタークリアか、もうここで。調査パート、ここから探索が始まる。探索の進め方。とにかく気になるところをタップ。気になるところをタップして調べることができます。探索中に発見した証拠品は自動で使用されます。うん。鍵とか拾ったら、使用できるところでタップしたら自動で使う的な感じか。自分の行きたい場所を自由に調査。マップのある調査パートの場合、まずは行きたい場所をタップしてから、その中を探索してみましょう。わかりました。こういうゲームでそそられますね。というわけで入ればいいんやな。ここ、扉だ。ガチャガチャ。鍵がかかっている。ん？扉に何か書いてあるぞ。どれどれ？夜。私はいつも一人。でもあなたは私をいつも見上げてくれる。どういう意味だ？ポエムだな。病んでるんだな。多分一人ぼっちだから病んでるんだが。とにかくどうにかしてここから出ないと。よっしゃー。扉。でもあなたは私を見上げてくれる。夜私はいつも一人。でもあなたは私をいつも見上げてくれる。あなたっても多分月のことなんだろうな。夜やけん上から見上げてくれるのは月だろう。あ、こなー、おいおいほよいよ。鍵が出てくるのがほよいよ。もうちょい駆け引きとかなかったんかな。割とスマートに進んでしまった。これは鍵だ。そうか、あの扉に書いていたのは月のことだったんだ。これで、ここから出られる。よっしゃー、早かったわ。オッケー。勝手に使ってくれるってことは、そのままタップすれば開くかな。よっしゃ、さっきの鍵を使えば。ガチャン。よし、鍵が開いたぞ。よっしゃ、じゃあ、進めるで。進めー。開いた。あー、真ん中で何か変なしてる人がいる。懺悔しますの人がおる。懺悔しますね。考えるとならぬ懺悔する人には見えないな。そういう作品になってるよ、お前。ここはなんだ、全体的に雰囲気が暗い。あー、ダーリーな。こんな声でいいのか。え、誰かいる。まったく、一体何人食われてる気が済むんだよ。最近本当に多いですね。あ、二人おったわ。誰か来た。こっちに来るぞ。おお。ああ。これ男か女か、女の子どっちなんだろう。どっちの声で。わ、なんだてめえ。はわわわわ。に人間。この人は女っぽいな。だってちょっとおっぱい大きいもん。わ、おねしょたってやつか、これが。これが、世に聞くおねしょたってやつか、お前。こういう時は、落ち着いた、だよ。お前が一番落ち着いてないわ、お前。なんでここに人間がいんだよ。ああ、俺、自分でもどうしてここにいるのか。ね。猫彦。この人は、まさか。猫彦。ん？
ああ、なるほど。ここは一体どこなんですか？ここは絶望プリズン。キョドって名前出てきたわ。名乗る前から名前で出てきてしまった。キョドさん。自分の中にいるもう一人の自分と向き合う場所は、囚われの館みたいに自分の心の世界みたいな感じの世界観なんやな、これ。もう一人の自分？なんですか、それ。いわゆるドペルゲンガーというやつです。ドペルゲンガー？ああ、そうだ。お前猫彦って名前なのに、なんか、目つきはどっちかって言ったら狼やな。私と猫彦は、ここの管理人をしているんです。絶望プリズンの管理人。仕事ができないため、いつもマニュアルを抱えている。あ、そうなんだ。そうなんだ。だったら俺が手取り、足取り、教えてあげようか？その体に。にゃあ、よろしくな。猫要素出しても俺はお前のことを猫というよりは狼に見てるからな。おい、猫彦、お前。尻尾つきてるな、よう見たら。絶望プリズンの管理人、性別は男。荒っぽい口調だが、仕事はしっかりこなす。郷土のことを先輩だとは思ってない。いや、そうでしょうね。あんまりこんな先輩いてもさ、って感じやよ。って感じやよ、後輩として。けど割と美人っぽそうだからね。脱いだらすごいんだろうな。あなたたち、さっきから何を置いてるんだ。ふざけないで、早くこの出口を教えてくれ。そんな偉そうな口聞いていいのか？せっかく記憶を取り戻すヒントを出してやろうって思ったのに。俺の記憶？そうやもんな。名前自分やもんな。そうそう、さすがに自分の名前くらい知りたいんやけどさ。そういえば、俺は誰だ？今頃や。今頃やで、メッセージウィンドウ見てみ。自分のメッセージウィンドウ見てみ。名前の欄自分でなってるんやで。さっきから視覚的にそれが分かる状況やあったのにさ、お前今頃俺は誰だって言ってるからな、お前。遅いからな。にゃあ今頃気づいたのかよ。どうして?そんなの、お前が一番よく知ってるだろう。そんな。そういえば、昨日の晩、変な女に捕まって、変な店で酒を飲まされて、それからの記憶、ないな。助けてくれ。何でもするから。今何でもするって言ったよね。どうやったら俺の記憶は戻るんだ。そう簡単に教えるわけにはいかねえな。なんだお前、缶詰か。サバの缶詰を渡せってか、お前。じゃあ、どうすれば。あなたにはドッペルゲンガー退治のお手伝いをしてもらいます。ドッペルゲンガーとか退治するのめんどくさそうなんですけど、退治するんだったらあなたたちでやればいいじゃないですか。ドッペルゲンガーなんかちょっとめんどくさそうですし。てか退治できるもんなの？ドッペルゲンガーを退治。退治ってあれですよね、お母さんのお腹の中の話、そっちの胎児ではない。ここ最近ドッペルゲンガー増えすぎて大変なんだよ。そんなドッペルゲンガーってそんなに増えていくもんなの？増殖していくもんなの？カビじゃないんだからね。壁にはびこるカビじゃないんだからね、お前。ドッペルゲンガーを放置すると最終的には本人が壊れてしまうので急がないと。なるほど。じゃあ冒頭の女の子もその壊れる習慣だったんかな、あれ。そういう考察ができるね。食われる？それはなんだ？焼かれるのか？揚げられるのか？調理はしねえよ。まあ平たく言えばドッペルゲンガーに本人が殺されちゃうってことです。お、その顔なんだお前。お前その顔何見たん？左上に何があるお前。左上に何を見たんやお前、その顔お前。こいつら本気で言ってるのか。まあうさんくさいよねこの二人。とにかく、あなたに選択肢はありませんよ。
せいぜい頑張れよ。そんなこと言われても一体何をすれば。あなたにはとある高校に潜入してもらいます。あ、ここで、あ、そうか、主人公高校生とか限らんな。やけどその任務っていうか、ドッペルゲンガー退治するために高校に潜入するんじゃ。あ、生徒じゃなかったんじゃ。で、潜入先がオカルト部みたいな、そんな感じか。潜入改心学園でいいんかな、これ。2年 B 組。最近そこからドッペルゲンガー大量発生してて、やべえんだ。それほっといたら2年 B 組消滅するぞ、お前。生徒全員やられて2年 B 組消滅するぞ、お前。右下のアフロのやつが気になる。右下のアフロの上に帽子のっけとるやつがすごい気になる。なんかお前、逆漫画病院に出てきそうやな、なんか。ああ。でも、侵入って、一体どうやって。まあ、俺たちの仲間がよろしくやってくれるから安心しな。お前ら結構たくさん人数おるんやな。あなたたちの仲間？はい。現実に戻ったら、池袋にあるバーラブリー男爵を訪ねてみてください。うさんくさいな、その名前。ラブリー男爵。やめて、ちょっと。そっち系の、芸人的なそっち系の人がおりそうな気がする。ラブリー男爵。なんだよ、それ。そりゃなんだよ、なよな。どう聞いてもなんだよだな、それ。じゃあな、人間。自分を取り戻せるように、せいぜい頑張れよ。次の瞬間、俺は意識を失ってしまった。これも夢の世界か。あ、絶望プリズンでそんな感じって言おうたもんな。絶望プリズンという世界から現実世界へ目覚めるってことかな、これで。ここは？目を覚ますと、そこは夜の街だった。雰囲気。雰囲気がすごいわ。これは？手にはメモが握られていた。バー、ラブリー男爵。もう聞きたくなかった。その名前もう聞きたくなかった。どうしよう。こんな非現実的なこと。でも、今の俺には他に頼れるものがない。とりあえず行ってみるか。よっしゃー、ここのチャプターもクリアってことか。調査パート。あ、さっきと同じようにか。バーがたくさんある。池袋ってこんな街なんかな。ヤンキーの人たちが着ていさそうな服をそんな店あるん、そんなヤンキーの服専門店みたいなあるもんな。なんだか見た目が怖い店だな。メモに書いてある場所はここじゃない。ゲーセンもあるな。あ、ゲーセンだよ、お前。ヤンキー関係ないぞ、俺。タップしたところ、お前。まあ、いろいろタップして、メイド服とか、あ、池袋ってメイド喫茶とかあるんかな。ラブリー男爵、来ちゃったよ。ここだよな。ラブリー要素も男爵要素もないけど、ただバーで書いてるだけだけどな。この店にあいつらの仲間がいるらしいけど、なんだか怪しい雰囲気の店だし、なんか掘られそうだし、本当に入って大丈夫か。わー、いかにもラブリー男爵的なやつが出てきたー。あんた、私の店に何かよ。わー、人生一の絶叫。すいません。何謝ってんのよ。変なボーイね、必死。謝るときが必死。もう何もかす、なんかやばいことされたくないから謝ることには必死。でもまあ、結構可愛い顔しているわね。俺、記憶がなくて。それで、ここに行けって言われて。それで来たんですけど。話聞いてますか？あんたがね。俺、これからどうすれば。とりあえず立ち話もなんだし、お店に入りましょう。はい。
わかりました。やめて、お店に入った瞬間さ、まあこれでも飲みながらくつろいでてって言ってさ、薬入った飲み物渡してそれ飲ましてね、眠らせるって手は使わないでね。あ、こっからライフ使うんじゃ。ライフはこのゲームを進めるに必要なものです。つまりスタミナやね。このゲームね、スタミナの概念があって、このライフ、スマホ版はね、マックスで10なんですけど、 PC 版は20なんですよ。実況者が実況しやすいようにっていう制作者側からの配慮だから俺 PC 版やんやるところもあるけどね、 PC 版はアプリ版に比べてね、やれることが制限されとってね、まあ実況者向けなんですよ。ほんまに実況者向けなんですよ。だから皆さんはもしプレイされる方がいるのであれば、アプリ版の方をおすすめします。ガチャ。あ、普通にバーだな。おしゃれなバーやな。見たところ普通のバーだな。何か飲む？やめて。いや、なんか薬入れて出してこんよな。薬入れるんはやめてね。ウーロン茶で。オッケー、800円ね。クソぼったくりだな。高っ！それに俺、お金持ってないですよ。じゃあ、付け払わないね。やめて。その付け払いがケツ払いとかにならないようにしてくださいね。そんな。はい、どうぞ、ウーロン茶。ありがとうございます。それさ、利子とかつけないよね。10日過ぎたらさ、5割増えるとか、そういう、都合的な話にならんよね。私は、このお店のオーナー、アブ。よろしくね。なんでアブって、ちょっと普通さ、ウーに点々じゃなくてさ、フーに点々でさ、アブって読むことが多いんやけど、なぜそこ、どういうこだわりなんですかね。バー、ラブリー、男爵のオーナー。性別は不明。いや、男だろ。趣味が筋トレらしく、かなり筋肉質。押さえつけられたら逃げられそうにない。やめて、そんな、危ない妄想しかしませんね、それ。ちょっと危ない予想しかしないんで、ちょっとやめてください。そういうのやめてください。俺、そっちの方面興味ない。女の子大好き。どうも、アブさん。あの二人からは話は聞いてるわ。記憶喪失なんて大変ね。そうなんですよ。それで、俺はこれから何をすれば。大丈夫。もう転校の準備も済んでるわ。転校？そうやな、潜入しなあかんけんな。あんたは海進学園の生徒になって、ドッペルちゃんを退治するんでしょ。お前、ドッペルちゃんとか、お前、友達みたいに言うなだ、お前。そんな突然言われても、俺、何の記憶もなくて。だからこそじゃないの？あの呪われたクラスに発生してるドッペルちゃんを退治して、記憶を取り戻さなくちゃね。はあ、何なんだろう。ドッペルゲンガーを倒した先にこそ記憶があるぞって言ってるような感じ。何なんだろうな。何か知っとんかな。実はアブさん、その主人公と実は知り合いで、記憶を失ってるけん主人公が全然分かってないみたいなだけでさ、そんなパターンもあるよね。なんかそんな考察もできるよね。記憶が戻るまでここに寝泊まりしていいから、せいぜい頑張りなさいね。ここにやめてくださいよ。お休みのキスとかおはようのキスとかやめてくださいよ。何？不満でもあるの？やっぱりそういうさ、心配するよね。それにさ、ここでの食費とかさ、後で請求されたら困るんやけど、800円どころやすまんようになってしまうんやけど、お前。とにかく、今日はもう遅いから、ゆっくり休んで明日から頑張りなさい。はあ。そして、次の日の朝、はあ、朝迎えるの早いな。もう来ちゃった。もう来ちゃったよ。早いわ。
わあ緊張するみたいな感じの一泊もなく、もう来ちゃったよ。早いなお前。ここでいいんだよな。え、お前そんなところで何をしているんだ。うわー、なんか うさんくさい不真面目そうな先生出てきた。いや、ネクタイぐらい止めろよちゃんと。お前せめてネクタイはちゃんとつけろよお前。もしかしてお前が転校生か。多分そうです。ああ、やりによってこんな時に転校生とは。え、こんな時って。俺は担任の宮本だ。宮本先生。うん、禁煙に成功するような見た目ちゃうだろお前。どっちお前絶対一日持たんタイプのやつだろお前。え、なんなん、ニコレットか。髪やヒゲもちゃんとセットしておらずだらしない。おそらく仕事ばかりしていて結婚などはしていないだろう。でしょうね。いや、でも仕事だっけ、仕事ばかりってさ、仕事ができる男っていうのは素晴らしいと思いますよ。俺はそう思う。だらしないかもしれんけど、仕事ができる人間はね、きっちりね、やることはやれる人間だと分かってますんでね。さっさと教室に入るぞ。はい。なんか感じの悪い先生だな。ざわ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 。なんだ、カイジのゲームが始まるのか。お前ら静かにしろ。突然だが、このクラスに転校生が加わることになった。じゃあ軽く自己紹介をしてもらおうか。なんで言えよ、記憶失ったのに自己紹介なんかできんよ。とりあえず適当な名前言っとくしかないな。これなんて言うんだろう。どうも、はじめまして。今日から転校してきた、名前を忘れてるんだった。そうよな、なんて答えるんだ。なんだ、米沢ゴンゾーとかにするか。でも目立ちにくい名前の方がいいな。潜入やけんな。わけやってこの学校に潜入しとるわけやけんさ、あんまり目立たん方がいいな。信行、あーなるほど、信行ね。存在感信行にできそうやな。信行だったら存在感信行にできそうやな。あ、今の忘れてください。俺は焦りながらもとっさに思いついた嘘の名前を名乗った。よーし、じゃあお前らも適当に自己紹介してやれ。おお、一丁タイプでいいんだな。あー、でもこれメガネ取ったら可愛いやつだ。俺はそう思うわ。髪の毛めっちゃ長いな。学園の生徒会長をしている黒木文です。よろしく、文さん。あー、その手のポーズ何なんですかね。デュエリストなんですかね。いや、一生懸命笑うわお前。なんだろう。お前その除菌の、手に持ってる除菌しそうなグッズ、お前顔的にお前が除菌されそうな感じのやつやぞ。クッククッ、副会長の内宮里美だ。チーズ森ー、なんてやもんこれ。森ー、なんてやもんこれ。なあ、読み方わからん。なあ、もう、うさぎでーす。見た目取れちゃう、お前。いや、自分のむ娘かな、女の子かな。自分の娘にさ、ウサギって名前つけるもどうかと思うけどさ、それに合わせてウサギのパーカー着るもさ、相当やな。そんなにウサギ好きなんじゃ。猫脇待ちています。よろしく。わ、普通に可愛い子出てきた。こう流れ普通で、ちょっと待ってよ、お前。千年パズル持っとるよ、お前。おい、首から千年パズルかけとぞ、お前。お前、いつかさ、もう一人の僕出てくるんじゃん、お前。おい、いきなりボリューミーなやつできた。チュアッス、細山アリスでーす。白川アンです、よろしく。あ、ちょいちょい普通なやつ出てくるな。なんかこのゲームちょいちょい普通なやつ出てくるな。ちょっとあのセンスは
大阪っぽいけど割と普通なんでできたな。耳ピコピコ動いてるの可愛いな。川原美香子です。あー、これも割と普通。あ、なんかちょっと機械いじってるのが、いじるのが好きそうな、ちょっと女の子の趣味っぽくはないけど割と普通。なんて読むんだよ。だから漢字俺読めんのだよ。あー、よかった。割と普通な人間がおるんやな。髪の毛のセンスはすごいけど、かんみやじえ、で、あっとんかな。ようわからん。きよこ。わー、出たー、お前出たー、お前が、俺が気になっとった。アフロの上にポーチかぶっとるやつ、お前。ギャグマンガビオリにほんまに出てきそうやな、お前なんか。俺は、栗山桃太、よろしくなー。おお。ワイド普通。三影翼です。よろしくね、信之くん。おお、なんかお前、最初から名前呼んでくれて、くん付けしてくれて、なんかお前、割とお前、面倒見さそうやな、な。お前なんか、友達になりそうな気がする。吉峰類かな。どうぞよろしくお願いします、意外と普通なやつおるな。わあ、めっちゃ可愛いやつ出てきた。めっちゃ可愛い子出てきてる、ね、しかもおっぱい大きいな、この膨らみ。この制服着てこの膨らみはでかいぞ。お前 G カップと見たね。我は西村静香です。よろしくお願いします。よろしくお前、君はよろしくする。君のことはめっちゃよろしくする。やばいな、名前覚えられるかな。一応、ウィンドウに名前あるけど、なんとかなるか。わ、私は、デグモサナエ。よろしく。よろしく。うん。呪わないでね。俺のことは。いやー、いきなり変なやつできた。僕は、冬月四郎と言います。以後、むしりおきよ。キャラ多すぎて、声のレパートリー困るな。俺は、キジョーキスケ。よろしくな。お、めっちゃイケメンなやつだけど。お前モテるだろ、お前。不気味やけどモテる。おお、なんでお前頭か厚の履いてる。金色のガッシュベル的なやつなん。お前、千年ね、一郎の、王様を決める戦い参加してんの。ああ、先生。じゃあ、お前ら適当に仲良くしろよ。じゃあ、これ、キャラ濃いわ。キャラ濃いクラス1ダースやぞ、お前。キャラ濃いクラス1ダースおるぞ、お前。1ダース、お前。見たところ、普通かな。クラスメイトに普通じゃなさそうなやつおるけどね、割と。この中の誰かがドッペルゲンガーなのか。おい、お前。わあ、この声は。今、私たちは、あなたの頭の中に語りかけています。いや、心に直接語りかけています、みたいな言い方するな、お前。どうやら、侵入は成功したみたいだな。うん。ええか、よく聞け。もう、この瞬間から気を抜くなよ。この中の誰かがドッペルゲンガーだ。でも、見たところ普通の人たちみたいだけど、うん、割と普通じゃないやつもおるけどな。それもそうだ、それもそうだって肯定しちゃったよ。この世界じゃこれが普通なんだよ。ドッペルゲンガーは本人のふりをして紛れているからな。ほら、早く見つけないと。そいつがこれから誰かを襲うかもしれないぜ。襲う？まさか。お前が信じたならそれでもいいが。気をつけないと、お前も殺されるかもしれねえぞ。殺される？そんなの聞いてないぞ。とにかくドッペルゲンガーは危険です。早めに退治できるように頑張れよ。それでは。あ、ちょっと待って、ケドさん、あなたのバストサイズを教えてください。消えちゃった。まだよくわからないが、とにかくこの中にいるドッペルゲンガーを早く見つけないと。でも何をすればいいんだ。あ、放課後来ちゃったよ。何をするでもなく放課後来ちゃったよ。
そして放課後、結局授業の間は誰も怪しい人物はいなかったな。でも校中にドッペルゲンガーがいるはずなんだ。早く見つけないと。キャー！え？なんだ？